より小さい春季高校野球新潟大会、柴田南15の11号戦、4日、柴田市泉野公園野球場ほか、3回戦4試合。柴田南が今大会初の延長13回タイブレークの末、15から11で5戦との激戦を制した。サワンエース小林優投手、3年、が先発し、177球で完投。打っては5番高橋優介外野手、3年。 が6打点を上げ勝利に導いた最後の打者を2ゴロに打ち取った柴田南の小林はこの日一番の雄たけびを上げた。延長13回を投げ11安打15奪三振11失点、自責6。2回戦の佐渡戦4月29日5から3の160球関東に続く熱投だった。疲れましたけどチームの勢いはついたかな。 試合時間も3時間30分。死闘を一人で投げ抜いた。決して納得のいく内容ではなかった。課題です。自分でも自覚する立ち上がりに苦しみ、3回までに7安打4失点。それでも小柳紀之監督、60は、もちろん、系統の準備はしてましたけど、小林のマウンドでの表情が良かったので、変えなかった。よく投げてくれました、とねぎらった。 エースの熱闘に打線も奮起した3対5で迎えた9回の土壇場で2点を返し同点に延長タイブレイクでは取っては取られの展開が続いたが1点を勝ち越した11の10の13回表1死満塁で5番高橋が2打席連続となる走者一走の左越え2塁打を放ち勝負を決めた試合前の朝練で小林から今日、打ってくれようと言われていたという高橋は 小林がすごく頑張ってたので、いいところで最後打ててよかった。計6打点を叩き出し、期待に応えた会心の表情を見せた。春の16強入りは16年以来8年ぶり、20年は新型コロナで中止となった。中2日で迎える7日の4回戦は上越と対戦する。小林は自分が先発するかは分からない状況なんですけど、次もしっかり頑張りたいです。 勢いそのままに、八強いりへ腕を振り続ける。大島京也。